そしてあったかいコメントメッセージ本当にありがとうございます。今日私はですね、原尻の滝に来ています。久しぶりに原尻の滝のお散歩なんですけども、視聴者の皆さんにとってはもうおなじみの場所かもしれません。春の原尻の滝のお散歩、今日の目的はですね、4月2日から開催されるチューリップフェスタ、もう間もなくなんですけども、じゃあそのチューリップたち今どうしてるっていうところをお届けしたいと思います。よろしかったら最後までのご視聴お願いいたします。そしてもしよろしかったらチャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは原尻の滝周辺、チューリップはどうなっているのか、ちょっと探検してみましょう。原尻の滝、ちょっと今日はいつもより水量が多いですかね。で、水もちょっと濁ってますね。まあ大した雨ではなかったですけども、久しぶりに雨も降りましたし、ということでちょっと歩いてみたいと思います。もうね、こういったクレソンも新しい芽が出ていて、あれですね。あ、これも可愛いですね。これね、柱状節理の上のところが出てる、頭のところが出てるんですけど、その節理の間にね、長年溜まった土があります。そのね、隙間にこうやってね、花や草が生えてるんですね。すごい、ほらほら、こんな感じですね。このスミレの色って可憐ですよね。もちろんその、ちゃんと育てる、今のこう市販されてるパンジーとかビオラも素敵ですけどね、野のスミレの色は本当に何とも言えない色ですよね。今朝なんです。朝の8時ぐらいですね。もう日がかなり高く上がってまして、尾形色のこれは霜色と呼んでますけども、このもともとは平安末期、この土地が宇佐神宮の、宇佐八幡のですね、荘園だった頃、尾形の荘と呼ばれていた頃にもうすでにこれが作られていたと言われている色です。尾形平野を潤してくれます。さあ、ここを引いて、あ、ムスカリがもう花を咲かせてますね。これね、一回球根植えるとね、結構勝手に生えてくれるんですよね。そうそう。で、ここから入るこうね、小さいんですけどね、橋がかかってます。今私が入ったエリアはこれね、珍しい種類のチューリップが植わってます。もうすでにね、この種類咲いてるんですよね。なんていう名前でしょう。これね、実は名前もね、ちゃんと分かるようにプラカードが実は立ってまして、でそれを見ると品種が分かります。そしてどんな花が咲くかっていうのも一応ご紹介してるんですね。これはストレッサ、早いね、ストレッサーもう咲いてます。ほとんどこんな花ですよというふうに表示しています。これはね、私たちチューリップフェスタの実行委員会が作ってるんですね。この表示手作りなんですよ。こんなふうにね、こんな花が咲きますよっていうところ、
これかわいい、これかわいいですよ、見てください。こう、わかります？あのチューリップの球根の皮をかぶった状態で、あの葉っぱが伸びてる。え、これ初めて見ました。なんじゃこの茶色の花みたいなのと思ったら、球根ですよね、球根の皮ですよね。こんなことして成長するんですかね。でもこれ取ってあげんと広がらんのやないかと思ったりもするけど、取りました。結構あるね。これ取る作業せんといけんかもしれんね。なんか葉っぱが多分広がれないですよね、あれがあることで。あ、ちょっと言ってみよう。あ、ここのミスエレガンスもぼちぼち花が咲きかけてますけど、まだね茎が伸びてないから、なんか地映えみたいになってますよ。地映えみたいに、お、向こう側はもう咲いてる列がありますね。これはプランターに植えてるんですね。あー、もう赤いのが咲いてる。お、この珍しい品種、白っぽい、黄色っぽいのか。これはサニープリンス。サニープリンスも咲き始めてますね。結構咲き始めがちらほら。4月2日まで持つんやろうかという不安がしてきましたけれども、このプランターの赤もかわいいですね。かわいらしい。あら、ここはピンク。もうこれ何、咲き終わり。え、マジでもう咲き終わっちゃったの。そんな早すぎるやろ。わあ、こんな感じですね。全体で見るとプラカードが立っていて、それぞれの品種の紹介をしています。多分ね、もう聞いたことのないような名前ばっかりですよ。私もこれ関わらなかったら、チューリップはチューリップぐらいしか、色とね、赤白黄色とかピンクとか色の感じでしか見分けがついてなかったんですけど、それぞれにちゃんと名前があってね、人間と一緒ですよね。それぞれに特徴があって、チューリップって結構奥が深いということを学びました。ではここからですね、12月の初めに、あの YouTube のオフ会ということで、ちょっと呼びかけをしてですね、球根植えをしていただけませんかってお声かけをしたところ、ものすごくたくさんの方々がお手伝いに来てくださいまして、あっという間に植えてしまって、で実行委員会の方も田んぼを2箇所用意してくれてましたので、手前、吊り橋の手前と吊り橋を渡った向こう側の田んぼと2箇所ですね、YouTube を見た視聴者様とか、私たちの関係の方々と一緒に、そう、日本文理大学の学生さんも参加してくださったんですよ。本当に賑やかくみんなで植えた場所ですね。ここも全部これから花が咲く予定なんです。先日実行委員会でもね、話が出たんですけど、やっぱ春は草が元気がいいので、どうしてもね、草が勝っちゃうんですね。で、やっぱお客様にしてみれば草取ればいいのにって思われると思うんですけどね、なかなか元々が土地が田んぼですからね、除草剤の問題とかも、そうすぐ即効性のあるものでもないんで難しいんですよね。こちらです。この吊り橋の手前のこの田んぼ、ここがですね、
12月の初めにオフ会で植えた場所です。スズメがいっぱいいて、ちゅうことは虫もいるのかな。こう見渡す感じはなんかちらほらこう茎がこう上がってきてるなっていうところが見えますけど、まだね花の色は見えません。さっきのかさぶたみたいなの取らんといけんかもしれんな。ちょっと着てみようかな。またではこの滝見橋を渡って向こう側ですね、植えたところ行ってみましょう。チューリップフェスタももうコロナが始まって2回ですね、まあ、あの規模縮小という形で花は植えてますのでね、必ず咲くんですけれども、イベントとかそういったいろんなお店とかがかなり自粛モードで開催されてきました。で今年なんとチューリップフェスタ30周年を迎える記念すべき年になります。でもやっぱりこういう状況なので、あの昔のようなにぎわいはなかなかできないんですけどね。この吊り橋から見る原尻の滝です。真正面に見ることができます、ね、下から見上げるのもいいですけどね、同じ目の高さぐらいで見るっていうのもなかなかできるもんじゃないので、なかなかのスポットだと私は思ってます。私が原尻の滝をご案内するときに、原尻の滝のいいところは上からも下からも正面からも見れるということをよく話すんですね。普通滝ってこう山岳地帯の高いところにある場合が多いから、下から見上げる滝っていうのはよくあるんですけど、上から見下ろしたり、それから同じ高さで見れるっていうのはなかなかないと思うので、これがね平野に現れる原尻の滝の大きな特徴だと思いますね。まあ、だいたい原尻の滝の今の滝見橋とチューリップフェスタは同い年みたいな感じですかね。同じ時期ぐらいだったと思います。おお、この田んぼですよ。この一番絞りの看板のあるこの田んぼが私たちが植えたチューリップです。黄色い花が咲いてます。あ、これね確かミックスだったと思うんですよ。いろんな色が混ざった感じで、いろいろよりどり緑で植えたはずです。ってことはやっぱ品種によってね、早く花が咲くのと遅いのときっとあるんでしょうけど、今は黄色が咲いてますね。黄色早いんだね。もうちょっと茎が伸びた方がいいなと思うけど、ね、雨がねあまりなかったんでちょっと茎が短い。雨が降ることによって茎が伸びるということなので、もうちょっとね雨が少しあると、まあ春に向けてもうちょっと4月に向けて茎が伸びるのかなって思うんですけどね。こちら側はねまだ全然咲いてないので、うん、これはですね、あ、ここもちょっと草を先頭悪いですね。自分たちが植えたんだからちょっと時間見て草抜きしようかな。これはね実行委員に任せる話じゃないですね。やっぱり田んぼを自分たちで受けたんだから、やっぱそこの管理はね自分たちやっぱやらなきゃなって今見ながら思いました。特にこの今映ってるこの列、この列ね、この列結構球根の間に草が多いから、せめて畝はしょうがないにしても球根の間にある草は取らないと花が目立たないですもんね。朝はいいですね、まあ、お客様が少ないというのもありますけど、この吊り橋を独り占めしてる感ありますよね。それと朝はね風がないですね。風が少ないから撮影もしやすいです。本当は昨日ね撮影しようと思ったんです。
だけどね、風が強くてこれは無理だと思って、それで朝に撮影し直しにしました。あ、私のね、肉眼ではね、今ちょうど滝の前で虹がね出てるんですよ。でも映らないよね。映ったかな。虹が出てます。あ、いいな。桜のつぼみ、あ、もうちらほら何輪か咲いてはいますけれどもね、もう桜ですよ。チューリップフェスタ、チューリップとですね、桜のコントラストがとっても素敵なんですよ。そしてね、田んぼのあぜに植えたわけではないんだけど、菜の花がこうあぜごとにあって、もうピンクと黄色とチューリップの花々のコントラストが本当に素敵で、こんないい場所ないぞって思うくらいに春をこうワクワクさせてくれる場所ですね。はい、今日は朝の原尻の滝の様子をお届けいたしました。チューリップフェスタ4月2日から2週間開催されますけれども、期間中はですね、もちろん自由に散策 OK なんですね。ここは無料なんですよ。でも今年はシャトルバスとかがありませんので、道の駅原尻の滝の方に直接入ることはできますけれども、結構交通混雑することが予想されますので、どうぞ皆様当日はですね、交通整理をされている方のスタッフ のご案内に沿ってですね、安全にお越しいただけたらと思います。私はですね、土日、平日もわからないんですけど、時間を見てはできるだけ原尻の滝周辺うろうろしてるんじゃないかなと思います。一応実行委員なもんですから、やっぱりどんな感じでお客様が楽しまれているかということを客観的に見ることも大事かなって思いました。今まではですね、結構飲食の出店したりとかしてそういう関わりをしてたんですけど、今年はですね、30周年ということもあるので、勝手なんですけどね、勝手にやってることなんですけど、私は、お客様のご様子とかその雰囲気とかをね、ちょっと見てみたいな、全体を見てみたいなと思っているところです。最後までのご視聴本当にありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。また1週間ぐらいしたらまた花の様子お届けするかもしれません。遠くてここまで来れませんという方にとってはですね、動画で原尻の滝を楽しんでいただけたらいいなと思っています。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。トヨタマでした。バイバイ。